こんにちは、翔太です。今回は短期特化のおすすめキャラの解説第2弾をやっていきたいと思います。今回は毛利元就ですね。でもこのキャラも最上義明に続き、戦役ボス戦、闘技場、城など幅広く活躍できるので、かなりおすすめとなっています。特に城がおすすめかなと個人的には思っています。ただし、ちょっと注意していただきたいんですけど、このキャラ結構育成が大変なので、そこに注意しながら聞いてもらえると嬉しいです。それではこのキャラの性能解説に移ります。まずスキル1なんですけど、500%の物理ダメージを8回で、ここ字面だとちょっと低めに見えるんですけど、攻撃力が最も高い敵を優先的に攻撃するっていうところで、まず敵の主力にダメージを与えていける。で、敵の HP によって効果は変わって、50%以上だとダメージ2倍、つまり1000%ですね。で、敵の HP が50%未満だと、クリティカルになるので、この後出てくるんですけど、パッシブで物理会心ダメージが40%ついてるので、会心が出ると950%になります。なんで、だいたい8000%ぐらい出るんですね、敵の HP に関わらず。なんで、結構火力出ます。で、攻撃後総ダメージ50%分の HP を回復するって最後にあるんですけど、これが結構というかかなりよくって、このスキル1なんですけど、スキル1発動中ですね、自身は激殺されないという効果を持っています。これ最強の反射対策で、城とかでも慣れてくるとデバフいっぱい置いてですね、反射で主力を倒してこようとするケースがあるんですけど、そういったパターンでも必ず、自身が撃殺されないっていうところで、なおかつ攻撃後総ダメージ50%分の HP を回復するっていうところで、回復もサポートしているので、HP1 残ってもその後回復が挟まるので、実際 HP は半分かそれ以上にまで回復できるのかなと思います。で、続いてスキル2なんですけど、800%の物理ダメージを4回与えます。で、こちらも字面を見ると3200%で低そうになるんですけど、敵を撃殺するごとに次のダメージが倍になる。つまり800%、1600%、3200%、6400%まで最大上げることができます。で、このスキル2なんですけど、HP パーセンテージの最も低い敵を優先的に攻撃するので、基本的にですね、この撃殺条件っていうのを満たしやすくなっています。で、さらに、加えてですね、敵の HP が50%未満になると、攻撃が必中になるんですね。つまり、ちょっと戦役でも使えますし、闘技場でも、あまりにもレベル差がかけ離れていたら当たらないことも結構あるので、攻撃が必中するっていうのはかなりいいポイントです。で、さらに、攻撃前に100%の確率で敵のバフを全部解除するっていう効果も持ち合わせていて、最近というかずっとなんですけど、バフを盛る環境っていうのがずっと続いていて、コブであったり、奮起であったり、暴走であったり、いろいろあるんですけど、そういったバフで防御力を上げている敵のバフを解除して、その防御力の状態で殴ることができるので、かなり優秀です。このスキルにも結構ですね、最大の6400%まで出せたりすると思うので、このキャラ、見た目以上に火力が出るキャラです。で、続いてパッシブに移るんですけど、攻撃力44%で、会心値がレベル ×280。で、HP 44%、物理会心ダメージが40%。で、パッシブさんがこれかなり強力なんですけど、防御貫通レベル ×20 ついてるんですね。で、レベル ×10 とか12って結構いると思うんですけど、レベル20はもう数体しかキャラいなくてですね、確か聴覚だけだったかな、が防御貫通レベル ×20 ついてるんですけど、これによってですね、例えば私、レベル今181なんですけど、180だとしたら、パッシブスキルだけで、防御貫通3600も上がっているので、このキャラの火力っていうのは、思った以上に防御貫通の面でも出ます。
で、武器深淵時には物理防御貫通プラス1000もつきますので、まあ、貫通お化けですね。で、さらに攻撃力 18% と命中値レベル ×260 もついているんで、まあ戦役でも使いやすいのかなと思っています。で、このキャラの長所としては、スキル1でまず敵の主力ですね。攻撃力の最も高い敵を狙っていくので、敵の主力に大ダメージを与えられる。で、さらにそのスキル1っていうのが反射対策になっているので、スキル1で死ぬことは確実にないと。で、続いてスキル2はダメージがどんどん倍になっていくの、プラス、必中で戦役や闘技場でかなり使いやすいのかなと思います。で、ちょっと語弊はあるんですけど、このキャラも連撃スキルのキャラなので、どんな場面でも最大火力を叩き出すことができる。というメリットがあるんですけど、このキャラはスキル2が敵を撃殺するごとに倍になっていくパターンなので、まあ、最高火力というよりかは、まあ、最大攻撃回数をどんな場面でも出すことができるっていうのがいい点ですね。で、さらにスキル2で敵のバフを攻撃ごとに 100% 全解除できるっていうのが、このキャラの長所となります。で、短所が短所すぎるんですけど、耐久力が低いんですね。とにかく低いんですよ。低すぎてびっくりするんですけど、HP、最大 HP アップしかなくって、短期特化育成する際は、防御面の無双神器と伝説神器をすべてカンストさせる勢いで育てないといけないと思います。じゃないと、せっかく短期特化で育てたのに、なんかすぐやられちゃうみたいな状態になってしまうので、防御面の育成は必須です。で、それに加えて、育成した上でも耐久力低いので、味方の奮起とかの防御面でのバフっていうのは必須になるのかなと思います。なので、おすすめ装備としては圧倒的に耐久ベースの混沌4日月2からの深淵3混沌2がおすすめになります。ただ、まあ、仮に短期特化じゃなくって、もう単純なアタッカーとして見ているのであれば、混沌2日月4、からの深淵1、日月4でも割り切ってしまえばいいのかなと思います。まあ、スキル1で死ぬことはないんで、なんとかスキル2まで打って倒れるようなプレイングでいいのであれば、そういった使い方もありなのかなと思います。はい。で、このキャラをまとめるとですね、いかなる場面でも最強クラスの火力を出せる、万能アタッカーなんですけれども、耐久面に非常に不安があるので、そこをしっかりと育てる覚悟がある方のみ、沿ってみるといいと思います。まあ、短期特化ではなくて、まあ、ただのアタッカーとして取るのであれば、そこはもう捨てても大丈夫です。短期特化のおすすめキャラっていうのは定期的に上げていこうと思っているので、もしよければこれからも見ていただけると嬉しいです。再生リストも作っておいたので、そちらから見ていただいてもいいと思います。これからも放置少女の動画をどんどん上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。